水井久子は日本の元バドミントン選手。妹は同じ日本代表のバドミントン選手である水井安子。奈良県大和高田市出身。市場縄手学園高等学校時代、1989年11月、平成元年度全国高等学校総合体育、大会女子シングルスで、当時、熊本中央高等学校の宮村愛子を破って優勝。 史上縄手学園女子短期大学進学後、1990年の全日本総合バドミントン選手権大会で初優勝。同短期大学卒業後、1992年4月、富士中に入社。1992年バルセロナオリンピックの女子シングルスと女子ダブルスに出場し、シングルスベスト16、大鳥原春美と組んだダブルスでもベスト16。 1993年から全日本総合選手権女子シングルス3連覇を達成。1994年の広島アジア大会女子シングルスでは準決勝で当時世界女王であったスシスサンティを破って決勝に進出。決勝では法手権に敗れて銀メダルを獲得。1996年アトランタオリンピック女子シングルスでベスト16。 1996年11月の全日本総合選手権をもって現役引退。引退後、元 NTT 東京所属で、現岩手県立花北西運行等学校バドミントン部監督である渡辺誠一と結婚。渡辺との間に女児を授かったが、2009年に離婚指示元である山和高田氏に戻り、山和高田氏商工会議所に就職。 娘である、ヒラルは、大和高田市、三重県伊勢市の小学校、福島県富岡市の中学校に越境入学し、2018年4月時点で、双葉未来学園高校所属し、バドミントン日本代表 B 代表のバドミントン選手である。2010年、ヨネックスに転籍し、アドバイザーとなり、バドミントン教室の講師などを務めており、並行して、 自身のジュニアチームを立ち上げて後進の育成に当たっている。ありがとうございます。